期間限定のやつ交換よね。おま楽しみだわ。ま、どうも皆さんこんにちは、坂太郎でございます。私ハッピーターン大好きなんですけど、期間限定で楽しいやつが出てましたので買っちゃいました。今日ご紹介する商品こちらです。ハッピーターンミックスでございます。奥さんどうしよう。どうも奥さんこんにちは。ミックスジュースをいとったら真っ黒になってしもたような顔しとってじゃねえ。で今日何紹介しようろ。どうしたんこのハッピーターン。そうなんよ奥さん、見てこれ、いろんな味のハッピーターンが入っとるんよ。楽しかろこれ。何聞き捨てならんわその言葉。いろんなハッピーターンが入っとったら楽しかろうよ。ちょっと待ちにさいよ。いろんなハッピーターンが入っとる言うて、どういうことそれ。じゃけこれターン王子見て楽しそうにしょってじゃろうよ。それぐらい楽しいハッピーターンなんよ。かーおく、ターン王子が喜びおる言うてあんた、それ喜ぶじゃろうよ。でもよあんた、今までこのターン王子にずっと尽くしてきたノーマルのハッピーターンちゃんはどうなるんよこれ。なんかわけわからん、いろんな種類のハッピーターンが勝手に出てきてよ。自分が頑張りおったのによ。なんか同じ袋の中にいっぱい詰め込まれてよ。それどう思う？今までのハッピーターンちゃんが。ここまで内服を考えてこてないんじゃけど。そこまで服を考えて会員さえや、ハッピーターン。このターン王子見てみーな、この顔、いやらしい顔して。今まで一生懸命尽くしてくれたターンちゃん、ほっぽらかしてよ。新しい若いターンちゃんいっぱい入れ子を連れ込んでよ。そりゃ鼻の下も伸びよう。奥さんほど鼻の下伸びてないと思うけど、結局んところドギャーな新しいターンちゃんが入っとん。ちょっと紹介してみんさい、うちに。で紹介しとないけど一応言うとこうか。まずトップバッター紹介するね。ハッピーターンメイプルちゃんです。ははー、これがメイプルちゃんね。あ、どうしちゃったんこの人。ちょっとスカート短すぎるんじゃないこれ。では、2番目のハッピーターンちゃんご紹介します。ハッピーターン、チーズ味ちゃんです。なんなんこの子、ほんまにちょっと英気になりすぎとるんじゃない。ちょっとこの子も覗いたらこれパンツ見えるんじゃない、これちょっと。では3番目のターンちゃんご紹介いたします。チョコハッピーターンちゃんです。あらー、どうしたんこの子、ガングロじゃが。なんでこの子ばこんな黒い服着とるん。ちょっとうちおかしい思うよ。ははー、うちわかったよ。これあれじゃろ、ハッピーターンのチョコちゃんが着とる服をこの鼻の下がブチなんか、ターン王子が眠り倒してから脱がすんじゃろこれ。もしかしてこれ縁子がのこと言うて、うちこれお子さんが食べるもんじゃないねこれ。